皆さんこんにちは。RCTV 第13回は、全館空調とはということで、全館レーダー棒について、お届けしたいと思います。でまず一番最初に、空調とは何かというのを解説したいんですが、空調とは、レーダー棒プラス換気ですね。まあ、その他の要素もあるケースもありますが、基本的にはこの2つです。室内を、快適に暮らすために、レーダー棒をして、さらにこの認識はあんまりないんですが、室内で快適に暮らすためには換気というものも適切に行わないと、室内というのはどんどん不快な環境になっていきます。これはなぜかっていうと、室内で人が呼吸をすると大人が1日2リットル水分を放出しますし、大人が4人いれば8リットルですね。あのペットボトルがその4本分ってことになりますが、それだけの水分が放出される。であとその呼吸をすることで酸素を吸って二酸化炭素を吐きますから、どんどん二酸化炭素濃度が高い空間になっていって、まあ極論で言えば、まあ、呼吸が難しくなるってことになってしまうんですね。そういうふうな、この水分と二酸化炭素ですね、こういうものを適切に配置して新鮮な空気を室内に入れてくるっていうことは、快適な住環境を作る上でとても大切なことです。なんでこの換気と、冷暖房ということですね、この両方を、適切なものにするということが空調ということになります。で、日本は、どういうふうにすれば、快適な住環境になっていくかって話なんですが、よく比喩されるので、健康報酬のつれづれ草の一節で、家の作りようは夏を旨とすべし、まあ、夏を考えろって話なんですが、まあ、こういう言葉を使って、まあ、夏を快適に暮らすのが日本の家作りにはとても大切だっていう話になるんですが、現実的に、まあ、これエリアによって違ってて、暖かい地方ではこういう話っていうのは言えると思うんですが、まあ、当社でいうと富山の設計事務所なんですが、富山で言えば当然冬の方が住環境的には厳しい状態です。夏の室内と室外の温度差でいうと、夏場だいたい27、8度ぐらいで空調を設定して、室外の一番暑い時で33、4度ぐらいですね。だから7度とかぐらいの温度差なんですが、夏場は。冬場は富山でいうと、一番寒い2月とかだとマイナス2度ぐらいですね。でマイナス2度に対して25度に加熱すれば27度温度差がある。このように、冬場の方が温度差が著しい、もうほとんどのエリアでそうだと思うんですが、冬場の方が温度差が著しいんで、やはりこの冬というのを快適な、住環境にするということは、とても暮らしていくので、大切なことです。で日本の風土の特徴ということになると、日本というのは世界的に見て、温帯湿潤気候で、まあ、割と過ごしやすい、気候ですね。ほどほどに暖かい、ですが、湿潤な気候で、まあ、皆さん体感としてこうジメジメしてるっていうのがどうかなと思われてると思うんですが、そうしたものを解消するためにやはりその風通しというものを良くしたりして、まあ、古来から、住環境というものを整えてきました。しかし、まあ、近年そういうふうなものが、もう一度見直される時期というのには来ていますね。でこの文化っていうものを、継承して、どういうふうになってきてるかっていうと、やはり障子っていう、まあ、とても素晴らしい衣装だと思うんですが、ただ断熱はできてないっていう状態ですね。断熱できてない空間にせめてこたつで温まろうということで、こたつを採用して、まあ、足だけは温かい、足を温めて、まあ、体を温めるというような、まあ、ほっこりはするんですが、まあ、これが、快適だとはやはり言えないということですね。まあ、ここでみかんを食べてテレビを見れば、まあ、幸せな空間ではあるんですが、やはり作業効率が落ちますし、慣れると、
僕の家で言うと全館空調、全館空調を採用してますんで、家中は暖かいんですが、そういう風な空間に慣れると、もうやはりこの状態に戻ろうとは到底思わないんですね。冬場もいろん、建物の、どこでも暖かい空間っていうのは、とても過ごしやすい空間ということですね。で、各国の住宅の作り方っていうのは、やはりその元々の文化を文化的な住宅の暮らしを変化させてきたんですが、日本っていうのは、先ほどの写真にあるように、まあ、柱と梁ですごく開放的な、住空間というのがベースにあります。なんで、やはりそういう風な、空間から気密性が高いとか断熱性が高いっていう空間はだいぶ遠いものだったんですね。比べて、西洋の住宅というのは壁のデザインからスタートしてますから、そもそも気密性はいいって話なんですね。その窓以外のところで言うと、レンガ造りの家とかだとそもそも気密性がいいですから、もうただその家を断熱してすっぽり包めば、快適な空間になってるってことなんですね。日本っていうものが、今近年全館空調というものが、日本各地でやはり広がってって、北海道だけに普及してたような工法ですが、北海道以外の、場所でもどんどん南下していって普及していってると。で、富山でもここ数年で、一定の普及率を獲得しているという状態ですね。で、その背景には何があるかというと、やはりその家の全体の性能を高めていこうっていうのが、日本でもやはり言われてまして、家の性能を高めることで、家全体を加熱してもそこまで、電気代がかからない家、でかつそういう風な家というのはやはり、暮らしやすいんですね。まあ気密性が低かったのだ、こういう全館空調の家というのはやはり家の中で温度差がないんで、やはり暮らしやすいと。僕もその、家中暖かい家に住んでて、やはりそのトイレとか廊下とかそういうところに温度差がない家っていうのはやっぱりすごい暮らしやすいんですね。たまにやっぱ実家に戻ると、実家は20年前の一般的な木造住宅ですが、もう廊下とかトイレがもう寒くて、もうお風呂も寒いですし、もうそれがびっくりするほどやはり不快な状態なんですね。この全館暖房に慣れてしまうと、その部屋だけを温めるというのは局所暖房の家なんですが、局所暖房の家っていうものが、もう信じられないぐらいやっぱ不快なものに感じてしまう、ぐらいやはりその差があるってことなんですね、快適性に。全館暖房は、家中を温めることになるんで、やっぱ局所部屋だけを温める局所暖房に比べて若干、ランニングコストが高いですが、それでも、家全体の性能を高めることで、さほどの金額差なくとても快適な住環境を手に入れれることができる、方法です。まあ、うちで言ってもその子供がもう布団を跳ねのけてますから、やはりその暖房してない寝室だと風邪ひくところが、まあ、24時間暖房なんで、まあ、そういうことしても風邪ひかないと。で、子供が風邪ひかないんで、まあ、親は助かるという図式ですね。で、日本っていうものは、こういう風な、通風とか、まあ、庭とつながるとか、そういう風なものを、大切にした文化背景っていうのはあるんですが、やはり、その性能の悪さっていうものを、まあ、見直して住みやすく、かつそういう風な庭とかとつながる、文化を大切にする家か、もしくはある程度そういうものと切り離して、適切に明るくて、防犯上優れて、まあ、すっきり動線とかがいいような快適な家づくりっていう、まあ、この、こっちとこっちはコンセプトが違うので考え方が違ってくるんですが、
まあ、このこういうどちらかのコンセプトっていうのが、これからの家づくりっていうものには、適切なのかなと当社では考えています。そしてやはりコンセプトが違えば、暖房方式も、冷暖房方式で採用する方法も違いますし、外断熱内断熱も違ってます、違ってきますし、やはりケースバイケースで対応していくっていうのが、同時に大切かなと当社では考えています。で、まあ、空調の話は、そういうふうな話なんですが、あ、空調の冷暖房の話はそういうふうな話なんですが、さっき話した、まあ、換気とは、じゃあどういうふうなものかっていうと、大きく分けて3つ換気には方式があります。第1種換気と第2種換気と第3種換気と呼ばれるものですね。第1種換気は両方、あの吸気も排気も、部屋に入れるのを吸気、部屋から出すのを排気っていうんですが、両方あの機械ですね。第2種換気は部屋に入れる方のみ機械で入れる。第3種換気は部屋から出す方のみ機械でやるっていうのが、第3種換気です。でこの中で住宅で採用されるのは1種換気と3種換気ですね。じゃあなぜ二種換気が採用されないかっていうのがたまに質問で上がるんですが、二種換気というのは機械で空気を外から入れるんで、家の中が制圧になるんですね。外部に対して圧力が高い状態を作り出すことになります。でそうすると、例えば家、あの木造住宅のように、隙間があるような住宅だと特になんですが、そこの方にから空気が漏れるっていうことになるんですね。で空気が漏れるっていうことは、あの先ほど話した人間が1日2リットル出す水分をそこから通ってくってことになるんで、やはり壁内結露ですね、壁の中の結露を呼んでしまうということになります。だから気密性はそういう意味でもあの大切なんですが、あの気密性が下がると、まあ、要は隙間風によって、まあ壁内結露を2周だとなおさら読んでしまうってことになるんですね。で比べて3種換気っていうのは、あの、入り口と出口がしっかりしてますんで、あの分かりやすい図式なんですね。2種に比べて、あの出てくところが、あの機械で換気してるんで、もう必ずそこからあの出てくっていう、あの部屋の中の方が外部に対して不圧なんで、この機械のところからですが、基本的には、空気っていうのが出にくい状態っていうのを作り出してるってことなんですよね、三種換気は。なんで二種換気に比べて壁内結露が少ないんで、三種換気を採用する住宅っていうのは主流です。さらに一種換気の話はまた後でしますんで、じゃあまあまあその話、は、まあ、そうなのかもしれなくて、全館空調がそれいいのは分かってるよと。で、そのトイレとか廊下が寒いっていうのは皆さん思われてると思いますし、じゃあ実際コストってどうなのかっていう話だと思うんですよね、この行き着くところは。で、ランニングコストの方は、やはり全館空調の方がやっぱ若干高いです。これはなぜかっていうと、単純に比較すれば家の性能が同じだとすれば、全館空調の方が高いのは当然なんですよ。廊下とトイレとか、お風呂とか部屋だけに比べて温める面積が増えますから、それで値段が上がらないって話はないんですね。ただ、そういうものを気密性高く断熱性が高い家の場合はある程度その上げ幅っていうのを抑えて作れるということになります。で、イニシャルの方は、どうなのかっていう話になると、エアコンはそんなに、費用の効果差額ってないんですね。全館空調で24時間冷暖房になるとずっとエアコンを稼働させることになるんで、各部屋につけるのよりも能力っていうのは低くても大丈夫なんですね。だからエアコンの能力が低いんで、まあ、天井カセットに全館空調の場合は点火制になって、若干割高な商品にはなるんですが、それでも各部屋に壁付けでエアコンをつけるものに比べて、まあ、どの程度か、もしくはちょっと金額が下がるという状態ですね。あとそういうふうな天井にエアコンをつけて各部屋にダクトで空気を送る場合は、そのダクト費用が20万ほど追加でかかりますね。でさらにその天井高を仮に同じだと設定すると、やっぱダクトの分建物っていうのは高く作らなきゃいけないんで、
部屋 の, あの天井の上にダクトを追加で通すってことになるんで、やっぱその分あの建物の高さっていうのは高くなるんですね。その分の費用っていうのが、まあ、100万ほど、40坪ぐらいの家でだいたい100万ほど、かかるという見通しですね。まあ、これはそのプランとかにもよるんで一概には言えないですが、まあ、ざっくり言って120万ほど、40坪の家で坪3万ほど、まあ、金額が上がるっていうことですね。まあ、これをどう考えるかって話になるんですよ。でプラス、ランニングコストがわずかに上がるということですね。じゃあこれそれぞれのケースについて少し具体的に見てみたいと思うんですが、先ほどの三種換気ですね、この三種換気っていうのは、排気を機械で行って吸気を自然に壁に穴が開いているところからここ抜けば、家の中が不圧になりますから、あの開いてる穴から勝手に空気って入ってくるんですね。そういうふうな三種換気のケースですが、まあ、こういうふうに、三種換気にして各部屋にエアコンをつけるっていうのが一般的な、まあ、やり方ですね。局所暖房と言われる状態ですね。ただこういうもの状態でも気密性のいい家とか、気密性のいい家だともう流通経路がはっきりしてますから、あの空気の入れ替えとかもないですし、こういうところもある程度温まっていくんですね。まあ、ここであの暖房してますから、気密性の低い家だと、もうこういうところからもやはりその隙間風みたいな状態で熱っていうのは流れてきますが、気密性を上げることでこの限定するんですね、流れを。すると熱もある程度限定されていくんで、昔の家みたいな廊下が、うわ、寒いわぐらいのものにはこれでもならないです。で、さらに、これ、僕の住んでる家の2階の、リビングうち2階にあるんで、2階の間取りなんですが、廊下とかをなくして、これ寝室で、要は、で、このリビングで、この後ろからあって、ここがトイレで洗面室なんですが、で、ここで、空気を抜くって形ですね。こういう風にすれば、熱がこういう風に流れてって、洗面室とか、浴室とかに流れてきますので、ある程度ここも暖かい状態が、気密性が高い家だと作れるっていう状態ですね。冬場で言うとこういうふうな戸を開けといて、ここをエアコン1台でやることも可能ですし、ただやっぱりエアコン1台だけだと、やっぱ温度が均一にならないんで、エアコン1台でやってますっていうような家とか、あるんですが、そのエアコンだけじゃないですよ。必ず循環させないといけないですね。エアコンプラス空気循環っていうのが必須になります。エアコンっていうものを少し大きな部屋でつけてみて、実際に体感してもらいたいんですが、エアコンの手前側の空気の温度と、もう 4,5 メートル離ればその端の方の温度っていうのはもう決定的に違うんですね。そのようにエアコンというのは熱を運ぶのに、熱を運ぶのがとても苦手な暖房器具なんで、大きな部屋だったらもう手前と奥でも全然温度が違うって形ですね。ただそれを連続運転させることである程度は均一にはなるんですよ。ただ、ある程度ではやっぱりその住環境としては不適切なんですね。リビングと子供部屋だったら同じ温度にする必要があるんで、その3度違ったらもうやっぱり快適じゃないですよね。3度下がってる方の部屋っていうのは温度管理ってすごいシビアなんで、そうした意味でも、空気を循環させて、エアコンは循環しないで、空気が必ず一種換気とかを取り入れて空気を循環させて温度っていうのを均一にしていく必要があります。まあ、むしろそういうことするぐらいだったらエアコン複数台つけてそれぞれで加熱してって、さらに空気経路を想定して全体を温めていくっていう考え方も悪くないんじゃないかなと思いますね。だこの話は、非常に難しくて、やっぱプランと合わせて、まあ、どうするかっていうのを検討していかなきゃいけないんで、すごく難易度が高いですね。そしてこのエアコンで建物を加熱していくっていうのは非常にイメージしづらいんで、僕で言うと住んでるからどうすればいいかっていうのが分かってるようなレベルなんで、
なかなかに難易度が高いです。だから設計される方が非常によく分かってないと、まあ、失敗する典型的な例じゃないかなと思いますので、まあ気をつけてその設計者を選んでいくっていうポイントですね。でもう一つ今3種の話なんですが、うちで言うとだここのリビングっていうのがここになってて、エアコンからこう加熱していった空気が向こうの洗面所とかに行くって形ですね。でこれ違う絵なんですよ。ウレタンとか吹いてて、まあ、プラス、うちで言うと天井も蓄熱材になってますし、こういう内壁、外部側はこういうとこ外部側ですね、外部側の壁は内側にウレタン含んで蓄熱材にはならないんですが、こういう内部の鉄筋コンクリートの壁っていうのは十分蓄熱材として、効果を発揮しますんで、コンクリート住宅の特徴である蓄熱性というのも十分、内断熱であっても十分に活かせるんで、外側は蓄熱材として利用できませんが、残った部分の蓄熱体というのを利用して安定した空間っていうのを安定した温度管理っていうのができます。蓄熱体が多ければ多いほど空調っていうのは安定してきます。これはなぜかっていうと寒くなれば、蓄熱体が熱を放出して、暑くなれば、蓄熱体が熱を吸収するからなんですね。で空調の業、プロの空調の業界では蓄熱体を、どれだけ配置するかっていうのは、安定した空調にとても重要な要素だっていうのは、これは周知の事実なんですね。で、今話したのは3種換気で、比べて1種換気っていうのは、どういうものかっていうと、吸気も排気も、機械が行うっていう状態ですね。この状態でも吸気も機械で行ってプロペラファンですね。プロペラファンで吸気も機械で行って排気も機械で行えば一種換気という状態ですね。それも一種っていうんですが、あまりそういうふうにやるケースっていうのは少なく、パターンとしては、こういう各部屋で吸気と排気を一つの機械でやって、ここで熱交換をかけるケースですね。外側が寒いんでその空気を直接入れたくないっていうのは当たり前の要望なんですが、そういうふうな状態を一つの機械で実現するっていう換気装置がありますんで、そういうものを各部屋につけて、一種換気というのは行うケースっていうのも結構あります。その他に、この熱交換器、大きい熱交換器ですね、この箱型のやつとか、こういうやつですね、箱型のやつとか、あとこういうものが天井の内部に設置されているケースもあって、そういう熱交換器を使って、建物全部の排気を、吸気のところのに熱を渡すっていうやり方もあります。で熱を渡して、排気と吸気のところで熱交換かけて、あとダクトで天井の中を持ってって各部屋に吸気をして空気を入れていくっていうパターンですね。この天井内ダクトでこういうやり方も一種換気の場合は主流です。で先ほどの一番最初、この話はこのダクト費用っていうのはここの話ですね。このダクト費用ですね、こういうふうなやり方もある、一種換気ではむしろこっちの方が主流なのかなと思うんですよね。でも部屋に、つけるケースもあって、こっちの場合は、天井懐に、ダクトがいらないよってことですね。でそういうふうなダクトの途中にエアコンを設置して、冬でいうとここの吸気された空気と熱交換かけて、それなりに温まった空気をさらに加熱して、各部屋に放出するっていうやり方も、近年よくというか近年普及しだしているというところですね。当社で言ってもこのやり方っていうのを何とかしてて、
建物全体が、均一に温まって RC 像と相性がいいなというのは、思ってますね。だからこういうふうに建物全体を温める方法ですね。先ほどのここの空気の入れ替えっていうのがここの話で、吸気が行って排気のところと熱交換を行ってダクトで各部屋に空気を放出する。上なら上でここ空気を放出して、あとはこのリターンがここから空気を吸ってここですね。でここで熱交換をかけるという状態ですね。で、まあ、これだと換気だけなんですが、この途中にエアコンを設置することで、このエアコンですね、エアコンを設置することで各部屋に温められた新鮮な空気を届けることで建物全体を全館暖房、冷暖房、冷房も同じ話なんで冷暖房して、かつ換気ですね、ここで空気の入れ替えを行うんで換気も行うという、ことが可能です。で建物全部が暖かいんで、廊下とかも寒くなくて、もうこれは、体験しないと分かんないですが、とても快適な状態になります。さらにこの工法の場合、やはり、コンクリートの外断熱と非常に相性が良くて、全部コンクリートの蓄熱帯になるんで、蓄熱帯の量が増えれば増えるほど安定した住環境になる、住環境になるんで、とても相性がいいですよね。鉄筋コンクリート像の外断熱と。で、内断熱も、この外側の、は蓄熱材として利用できないんですが、こういうところは蓄熱材として利用できるんで、十分な蓄熱材があると言えます。だからそちらの方でも採用は可能ですね。だこういうふうな状態ですね。だこれがこのエアコンで、エアコンから各部屋にダクトで放出するという状態ですね。でこういうふうな、熱交換器ですね。熱交換器が、だいたい 90% ほど熱交換を行うんで、部屋で温められた熱を極力外部に放出しないで、要は 10% だけ放出することになるんですが、大部分は回収して部屋の中に届けることができると。そういうふうな商品を採用することで、この考え方っていうのがより理想に近づくってことですね。で、この考え方っていうのは、空気経路も限定した方がより効果的ですし、蓄熱材があった方が、合理的なんで、まさに、鉄筋コンクリート層に最適な工法だと言えると思います。実際やっぱりこの方法で建てられている、北海道の住宅とか、世界的に見て、ヨーロッパの方とかの住宅っていうのは、エアコンじゃなくても同じような考え方ってできるんで、そういうふうな住宅っていうのは多いですね。エアコンはあんまり外気温が低いとやはりなかなか難しいんで、エアコンって、ヒートポンプ式って言って外部の熱を内部に取り入れるって話になるんで、外気温がやっぱり著しく低いと、近年すごい性能が上がってきて、それでもなんとかなるような時代になりましたが、やはりある程度外気温が高くないと、効率が悪い機器ですね。富山だったら全然エアコンで大丈夫ですね。北海道でもそれでもエアコンというものが今近年、採用されてきてますし、技術ってすごいなと思うんですが、これからエアコンでこういう風な状態を、日本だったらどこでもできる時代っていうのが来ています。で、鉄筋コンクリート層の場合はこういう風な外断熱をして蓄熱帯を内側に全部配置することで、こういう状態ですね。内側全部このコンクリートなんで、でこれに、ボードを仕上げてるだけなんで十分蓄熱帯として利用できてるんですね。
そういうふうな、鉄筋コンクリート外断熱というのはこの全館空調にまさに、合ってると。もう気密性は当然これコンクリートの壁なんで全く隙間なんかありませんし、あと建物が揺れたとしても、もう隙間なんかできないですし、木材のように乾燥して隙間ができるということもない、要は建物を建ててから壊すまでその性能がほとんど落ちない住宅ですね。だそういうふうな工法なんで、この全館空調と、鉄筋コンクリート外断熱という組み合わせで、快適な、住環境というのを実現させる方法を、ぜひとも検討いただきたいと思います。それでは、次回これやっぱ窓もというか窓こそ、住宅をいかに住み心地を良くして、もう換気もそうですし採光もそうですし、今、窓のガラスがやっぱ熱損失にもつながるんで、メリットとデメリットを持ち合わせた、部分建材なんですよね。だここをこの窓というものを適切にやっぱ配置するっていうことが、快適な家づくりの最重要項目なんで、この窓ということについてお話ししてみたいと思います。それでは、次回、RC デザイン、RCTV またご覧ください。よろしくお願いします。